この番組は再生リスト形式です。音楽ファンにぜひ知ってほしい注目の新人アーティストをおすすめする音楽番組ミュージックマン。今回は月間150万 PV を誇る音楽業界人向けサイトミュージックマンに寄せられる数々のプレスリリースの中から鮮度抜群、旬の情報やアーティストをいち早く厳選しご紹介。本日最初にご紹介するのはグソクムズであるサンセット。彼らは東京吉祥寺を中心に活動する4人組バンド。この曲のイントロのアコースティックギターの音色を聞いた瞬間、全部聴こうと思った。たまらないエアー感で透明度抜群のイントロがまさかのカーニバル調に。完全に裏切られた気持ちになったが、聴き込んでいくうちにどんどん楽しくなってくる。僕の踊りたくなる曲はまさにこのような楽曲だ。ライブ会場で彼らの演奏を聴いている人々の楽しげな表情が想像できた。ポール・マッカートニー氏が愛用していたリッケンバッカーベースやモズライトのエレキギターなど、ちょっとひん曲がった楽器チョイスも見どころ。個人的にアコースティックスタイルも聴いてみたくなる曲だ。それではお聴きください。